指定座標に光線に突入します。戦闘シークエンス実施。状況終了。次の作戦区域に移動します。目標地点に移動します。戦闘開始。リロード。諦めてはダメです。私がサポートします。ここで撃墜してあげよう、下等な雑魚どもめ。ダンク火力集中。全部倒せばいいんでしょ。三流にしては悪くないぞ。目標地戦闘開始。くそ、逃がしたか。人間、お前は帰れ。お前は役に立たない。ペースはそのままで行く。勝手についてこい。全部片付けちゃいましょう。落ち着け。卵。ここで撃墜してあげよう。近寄らないで。じゃないとみんな殺しちゃうかもしれない。前方の敵に一斉射撃。指定座標に移動中。あ、あっちですか。バレた。行こう。敵が来ます。
晩怪我しないで終われますように。弾丸装填中。撃墜してあげよう。過当な雑魚ども。一斉射撃。三流にしては悪くないぞ。光線に突入します。戦闘開始。撃墜してあげよう。過当な雑魚ども。絶対に倒せます。ボルトと私の勝利じゃ。目標地戦闘始めるわ。レベルの違いを見せてあげよう。落ち着け。弾丸装填中。撃墜してあげよう。過当な雑魚を片付けてしまう。弾がなくなっちゃった。自分はこうやって。ここで撃墜してあげよう。過当な雑魚を倒せばいいんでしょ。光線に突入します。敵目視に確認。
撃墜してあげよう。過剰な雑魚がいいんでしょ。始めるわ。敵、目視に確認。残留にしては悪くない。ボルト、行こうかな。して光線に突入します。指定座標に移動中。目標地点に移動します。移動中よ。目標地点に移動し、戦闘始めるわ。敵、目視による確認。
しちゃった。三流にしては悪くない実力だ。攻勢に突入します。現実になる時間よ。落ち着け。弾がなくなっちゃった。あう、ここで撃墜してあげよう。過当な雑魚ども。ここで撃墜してあげよう。過当な雑魚も残らず片付けてしまう。に突入します。皆さん怪我しないで終われますように。リロードシークエンス実施。ここで撃墜してあげよう。過当な雑魚ども。絶対に倒せます。弾がなくて。ここで撃墜してあげよう。過当な雑魚ども。全部倒せばいいんでしょ。撃墜してあげよう。過当な雑魚も。全部倒せばいいんでしょ。これでいいよね。これでいいよね。
弾がなくなっちゃった。ここで撃墜してあげよう。の過当なザコども。指定座標に移動中。光線に突入します。作戦行動を開始する。弾丸装填中。これでいいよね。リロードシークエンス実施。ここで撃墜してあげよう。過当な雑魚ども。戦闘始めるわ。私がいるからみんな心配ご無用。弾がなくなっちゃった。これでいいよね。ここで撃墜してあげよう。過当な雑魚ども。戦闘始めるわ。よし、痕跡が続いている。しかし吹雪がこんな調子では急がないと痕跡が全部消えてしまう。疲れたか人間。ちょっと休もう。いや、休む。私も整備が必要だ。よし、なんとか動けるな。ちゃんとした整備を受けてないからな。覚えていない。第一次ラプチャー進行の時からだ。少なくとも数十年は経っているだろう。これ以上は聞くな。もう話したくない。ところでお前は何者だ。なぜトーカティブに捕まったんだ。
何かあるみたいだな。まあ、あの巨星からしてただものではないだろう。まだ混乱しているようだな。私も奴らのことはよく知らない。一つ確かなことは、奴らはクイーンの直属であり、奴らの後を追いかければクイーンに会えるということだ。ラプチャーの女王だ。それを倒せば再び人間の時代が来るだろう。吹雪がひどくなる前に出発しよう。私がいるからみんな心配ご無用。三流にしては悪くないぞ。移動します。作戦行動を開始する。勝利の女神。
三流にしては悪くないぞ。指定座標に移動中。撃墜してあげよう。過当な雑魚ども絶対に倒せます。ここで撃墜してあげよう。過当な雑魚ども。人間ちゃんとついてきてるか。そう多くの指揮官を見てきたわけではないが、こんなに無茶苦茶なやつは初めてだ。最初はただクイーンに会うために手当たり次第ラプチャーを見つけては破壊した。進展があるわけがない。ラプチャーは言語はおろか内部データもごく普通のものだった。そんな中偶然出会ったんだ。トーカティブ。多分私の記憶が正しければアークから大きな光の柱が上がった日だったと思う。そう、あの日アークの近くで出会った。しゃべるラプチャー。突然希望が見えた気がした。クイーンに関する情報を引き出せると思ったからだ。しかし奴は狡猾だった。あの手この手で逃げてしまう。そのおかげで今まで一度もまともに話したことはない。今回こそはと思ったが、予想もしない奴が出てきやがった。裏切り者だ。敗北者でもある。奴らに関してはあまり長くは話したくない。一つだけ確かなのは、あいつらは間違いなく人類の敵だ。そしてクイーンにたどり着く鍵でもある。話が長くなってしまった。ペースを上げよう。重要。光線に突入します。レベルの違いを見せてあげよう。撃墜してあげよう。過当な雑魚ども。
頭がなくなっちゃった。状況終了。次の作戦区域に移動します。ここで撃墜してあげよう、下等な雑魚ども。指定座標に移動中。バレた。敵が来ます。うむ、手抜きはせんぞ。装填中。これでいいよ。また殺しちゃった。弾がなくなっちゃった。撃墜してあげよう、下等な雑魚ども。絶対に倒せます。弾がなくなっちゃった。指定座標に移動中。バルト、行こうかな。移動中よ。あっち。戦闘は撃墜してあげよう、下等な雑魚ども。弾がなくなっちゃった。
しては悪くないぞ。撃墜してあげよう。下等な雑魚ども。ボルトと私の勝利じゃ。戦闘始めるわ。しないと痕跡が消えてしまう。もう少しペースを上げて。おい、大丈夫か？帰る。今は帰りたくても帰れないか。適当なタイミングで捨てておくべきだったか。まだまだだな。一ミリも成長していない。地上で長く過ごしてきたとはいえ、私はニケだ。死にかけている人間を捨てることはできない。かぶれ、発熱マントだ。人間にはちょっと暑いかもしれないが、今の状況ならちょうどいいだろう。それこそがここまで私がやってこれた原動力だからだ。戦闘シークエンス実施。撃墜してあげよう。下等な雑魚ども。絶対に倒せます。今がなくなっちゃった。ご褒美指定座標に移動中。目標地点に移動します。ボルト、行こうかの。あ、あっちですか。指定座標に移動中。目標地点に移動します。ボルト、行こうかな。目標地点に移動します。
状況終了。次の作戦区域に移動します。移動中よ。目標地点に移動します。あっちですか？指定座標に移動中。指定座標に移動中。光線に突入します。皆さん怪我しないで終われますように。落ち着け。ここで撃墜してあげよう。加藤のザコどもも。想像が現実になる時間よ。シークエンス実施。弾がなくなっちゃった。状況終了。次の作戦区域に移動します。
戦闘開始。レベルの違いを見せてあげよう。タイミングが悪い。弾がなくなっちゃった。こうやって。ここで撃墜してあげよう。下等な雑魚ども。なくなっちゃった。これでいいや。ここで撃墜してあげよう。全部どうなったかいいんでしょ。敵墜落。破壊確認。三流にしては悪くない実力だ。指定座標に。敵が来ます。現実になる時間よ。もう少し頑張ってみます。ここで撃墜してあげよう。過当な雑魚どもも。始めるわ。想像が現実になる時間よ。
状況終了。次の作戦区域に移動します。私たちは何も達成できていない。そんなことは望んでいない。慰めからの歓迎なんて私たちには無意味だ。否定された気持ちになるだろう。私たちは失敗してもよかった。そんなに頑張る必要はなかったんだ。そういう気持ちになるだろう。そうはなりたくない。そして私たちはアークを知らない。言葉通りだ。私たちはアークを知らない。どんな世界なのか、どんな環境なのか全く知らないんだ。だから私たちはアークには行けない。行きたいかどうかすらわからない。私たちはただ死んでしまった地上をさまよい、儚い希望を探し求める巡礼者に過ぎない座標に移動中。ボルト、行こうかな。目標地点に移動します。光線に突入します。作戦行動を開始する。
全部倒せばいいんでしょ。交戦に突入します。うむ、手抜きはせんぞ。弾丸装填中。撃墜してあげよう。可能な雑魚ども。敵が来ます。見つけた。ヘレティックとトーカティブだ。トーカティブを修復しているのだろうか。仲間思いの奴らだね。狙撃してから一気に畳みかける。お前は隠れてる。分かってくれないんですか。いつの間に。あなたを逃がしてあげたのは私の慈悲だったのに。この世界を寂しくさまよう、その悲しい限りの運命に送る同情だったのに。黙れ。あ、そういうことですね。あなたはその悲しい運命に嫌気がさしたのですね。だから私を探した。その運命を終わらせたくて。戯言はよせ、裏切り者め。ではあなたのその運命、私が引き取りましょう。ジバ、単身でこの密度は。単身でこの程度の武器とは少し驚きました。でもきちんとメンテナンスされてないようですね。かわいそうに。通覚センサーも故障したんですか。本当にかわいそう。あなたが人類のために献身した時間に敬意を表して、最大の苦痛とともに殺してあげます。下品な笑い方でしたね。どうです、耐えられそうですか。おい。はい、どうぞ。舌がかゆいな。ちょっと書いてくれるか。もちろんです。
何をされているんですか？はい。はい、どうぞ。後ろ、気をつけろ。はい。何ですか、これは。指揮官。師匠、指揮官様。遅くなり申し訳ありません。カウンターズ、合図を見て集結しました。指揮官様、ひどい格好ね。師匠。あと、あいつら何なの？まさかピルグリムとヘレティック。へえ、伝説の存在が一堂に会するなんて、どういうこと？指揮官、ご命令を。できたらね。ねえ、ピルグリムさん、できる？もちろんだ。では、行きます。エンカウンター。撃墜してあげよう。こんな頃の雑魚でも。性能にしろ何にしろ、どう見ても私が優位なのは確かですが、なぜ互角になるのでしょう。さあね、私たちも知らない。もしかして自分を過大評価してたんじゃないですか？ん？プロテクターが。やっぱりニヒリスターも一緒に来るべきだったでしょうか。あなた。心配なさらないでください。
私があなたをお守りします。指揮官、ここにも包帯を巻いてくださいありがとうございます。もう全然痛くありません。ここで指揮官包帯、嬉しかったです。私のことですか？悪いですが人違いのようです。私はモダニア、クイーンに仕える。マリアン？マリアン、不思議ですね。なんだかすごく懐かしい響きです。マリアン、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 マリアン。シルバーガン分隊のマリアンと申します。よろしくお願いします。気がつきましたか。近くにあったバンカーです。爆発が大きすぎてみんなバラバラになっていたのを今ようやく集めたの。でも生きててよかったですヘレティックが起こした爆発でカウンターズおよびピルグリムが大破。現在近くのバンカーで救助を待っています。通信は依然として断絶状態にあり、外は吹雪がさらに激しさを増し、視野は1メートル以下です。私はあばら骨が破損しコアを刺しています。移動不可能な状態です。アニスは骨盤が大破しました。移動不可能な状態です。ネオンは脊椎部分のスタビライザーが破損しました。移動不可能な状態です。ピルグリムは比較的良好ですが、片足が大破した状態です。同じく移動不可能な状態です。正直に申しますと、ありません。吹雪がひどすぎて、絶えず地形が変化しています。まあ、きっと、ここでゆっくり死んでいくのね。無理です。外に出たら10分。いえ、5分も持たないでしょう。指揮官の体調もお考えください。得策ではありません。絶対に認めません。指揮官を何度も危険な目に遭わせてしまいました。それなのにそんな死と紙一重な状況に追いやるなど絶対にありえません。私を信じるのか？お前たちを見捨てるかもしれないんだぞ。
逃げてしまった方が目撃者もいないし楽だ。わかった。外骨格を借りよう。約束する。必ず助けに来る。ねえ、まずいわ。雪がバンカーの中まで入ってきてる。このままだとバンカーの中が雪で埋まってしまうかもしれません。ピルグリムが去ってからどれくらい経った？3時間。来ないね。まあ理解できないこともないかな。ピルグリムは人間に捨てられたニケだもの。師匠、大丈夫ですか？体温が。ラピ、このままだと。みんな指揮官を体で覆って、出力をすべてボディ温度へ転換するように。この状況で出力を切り替えたら私たちも長くは。いや、やるわよ。指揮官様が私たちより先に死ぬなんてありえないもの。はい。これ思ったよりちょっと恥ずかしいですね。指揮官、これでしばらくは耐えられま。指揮官、指揮官。何？どうしたの？体温が下がりすぎです。指揮官、しっかりしてください。指揮官。これはこれは熱い光景だこと。キャッ、恥ずかしいです。ルドミラ、大変だっただろう。私たちが来たからにはもう大丈夫よ。